形あるものはいつか壊れる。壊れたものに再び命を吹き込む。美しき職人技の世界。修理見せます。今回の舞台はこの部屋。修理人が使う道具は糸切り、裁ちバサミ、糸、そして工業用ミシン。今回の見せる修理人はこの方、石井直人さん。石井さんが修理するもの、それはジーンズ。丈夫で履きやすく、世代を超えて愛されるもの。履き込むほどに味が出るもの。しかしそれもいつか限界は来る。メーカーや古着屋勤務を経て、技と知識を身につけた修理人。その腕を頼って全国から依頼が舞い込み、ジーンズマニアで知られる有名人からも大切な一本を任されたこともあるという。諦めていたジーンズが風合いを残したまま蘇る。履き込んだジーンズ、直します。繁華街に立ち並ぶビルの一室に修理人の作業場はある。この日も依頼の品が広島県から届いた。すごいな、これは。頼まれたのは長年履き込まれ傷んだジーンズ。両膝は破れ、大きな穴が開いている。裾はちぎれボロボロに。股の部分は布を当て塞いであるものの、直した跡が目立ち、新たな穴も開きかけている。依頼人と話をする。あ、本当ですか。ええ、結構履いてますもんね、これね。結構履いてますね。結構履いてますよね。はい。買ったのは14、15年ぐらい前なんですけど、色がある程度落ちてくるまで、それまではもうずっと家の中だけで。わかります。家ですよね。あの頃だって風呂入ってる人いましたもんね、ジーパン履いて。僕も入ってました。入ってました。はい。ちょっと破れすぎかなと思ってきたんで、新しいのを買おうかなと思ったんですけど、そしたら今度こっち履かなくなるんじゃないかなとか思い出して。なるほど。どうにかしてその前と股だけ直れば、まだまだこのジーパンは履けるんじゃないかなと思います。履けると思います、全然。中学生の頃から15年も愛用してきたジーンズ。これからも履き続けたい。その思いが修理人の腕に託された。まずはジーンズの解体。擦り切れた裾はステッチをほどき、糸くずなど残らず取り除く。折り返してこう縫ってるところの下にだいたいほこり溜まってるんですよ。なんで開けるときはそういうのも全部取ってあります。依頼人が直した股の部分の切れも外す。修理に必要な箇所すべてをほどき終えた。続いて破れた生地の周りをアイロンで伸ばして整える。布地用の接着剤を塗りつけ、取り出したのはしつけ糸。生地の横糸の方向に合わせ穴を塞ぐように乗せていく。その上に接着芯と呼ばれる
補強用の布をかぶせスチームの熱で固定。生地に厚みが出ないこの手法が一番しっくりくるという。穴が開いてるっていうのはその部分がやっぱ薄くなってるからっていうのが原因の大半なんで、そこにこうまた分厚いものを当てるとまだ大丈夫な部分が今度穴の可能性を秘めてきてしまうと。その可能性を一番こう減らしていくにはどうしたらいいかなと思ったらいいのが今の方法で、そう思ってやってます。さらにこれから穴が開きそうな箇所も探して接着芯で補強する。また膝、裾、すべての穴を塞ぎ下準備が整った。続いてミシンに使う糸を選ぶ。さまざまなジーンズに対応できるよう色とりどりに揃えられた糸、その中から依頼の品に適した糸を選び出す。今後の色落ちどういう風に落ちていくのかなとかっていうのも見て、ちょっと最初合わないかなと思っても青いジーンズに関しては必ず色落ちするんで、その色落ちの邪魔にならないようにで糸を決めてますね。糸が決まったら早速ミシン掛けをしていく。裏の補強や糸がずれないようにまずは粗めに縫いながら固定していく。続いて補強した箇所全体にステッチを入れる。ミシンをかけるのは必ず縦方向。実はジーンズの生地は白い横糸と青い縦糸で織られている。つまり個性豊かな味わいは全て青い縦糸の色あせによるもの。色の流れを見ながらミシンを縦にかけていく。ステッチを入れすぎると生地が硬くなるため、穴が大きい場合は縫いすぎないように加減する。一方小さな穴は目立たないように糸で塞いでしまう。ジーンズの色落ちに合わせて糸を変え濃淡をつけていく。せっかくあの濃淡のはっきりしたジーンズだったら修理する箇所もその濃淡をつけたまま直してあげたいなと思うんで、グレーと青の重ね方だったりとか縫う順番だったりっていうのは何本も何百本も直してきて、その兼ね合いは見てます。最後に全てを縫い合わせて修理完了。履き込まれ傷んでいたジーンズが修理人の手によってよみがえった。穴だらけだった膝は風合いをそのままに元のシルエットを取り戻した。小さな穴はあったかどうかもわからないほど。ちぎれていた裾は形を取り戻し、股の部分も美しくよみがえった。極力あの幅さんが十数年履いたイメージを壊さないように、で今後壊れないようにっていうのはあの意識して直したんで、これからもあのどんどん履いてぶっ壊していってもらいたいなとで送ってもらえればまたちゃんと直しますんで。ジーンズが帰りを待つ依頼人の元へ届けられた。
すごい。閉じとる。すごいよ。すごい。見てみて。すごい。嬉しい。バッチリじゃん。いいじゃん。もういいじゃん。いいじゃん。いいじゃんね。後ろどう？後ろから見たときにひどかったんよ。あ、かっこいい。全然大丈夫じゃん。わあ、すごい嬉しい。これからまた自分だけの味わいを刻んでいく。